ブリュッセル王立音楽院は、ベルギー・ブリュッセルに本部を置くベルギーの音楽大学である。1813年に設置された。音楽と演劇の学科があり、音楽家ではサクソフォーンを発明したアドルフ・サックスやイサーク・アルベニスを演劇家では有名な俳優たちをそれぞれ輩出している。1813年にコンセルベトワ・ロイヤルで、ブリュッセルとして設立。 1967年に学校は2つの組織に分かれ、フラマン語で教える芸人クルーアック・カンサーバトリアム、ブルッセルとフランス語で教え続けるコンセルベトワロイヤルでブルッセルができた。両校は全く別の組織として動いており、使用言語や教育内容、教授、学長も異なる。現在の音楽院は中庭を囲む3つの建物からなっている。 建築設計は建築家のジャンピエール・クルズナールで1872年から1876年にかけて彼の設計に基づいて建てられた。建物はネオルネッサンス様式となっており、ピエール・レスコ建築のルーブル美術館、レスコーイングから影響を受けている。右翼の建物には豪華なコンサートホールが入っている。正面の装飾計画は非常に入念に練られており、 5つの別々のペディメントの彫刻がなされている。リエージュの彫刻家であるアドルフ・ファッサンによる気楽曲チャールズ・バン・デア・ストパンによるオーケストレーションアントワープの彫刻家フランツ・デッカースによる作曲アントワーヌ・フェリックス・ボレイによる演奏芸術トゥルネーの彫刻家バーテイ・レイミー・フリソンによる試作である。そしてそれらを彩る花飾りカリアティード ヤシの木、楽器などの彫刻が、ジョルジュ・ハウトストンと、ポール・デビニア、アントワーヌ、ヨゼフ・ファン・ロスバーグ、オーギュスト・ブレイコベルトやエイド・メローなどの彫刻家たちによって施されている。ありがとうございます。